コネとお耳交換しようか。そうですね。コミミね。コミミ。コミミ。あれ？コネなんて名前？ちょっと待ってください。今本アカログイン中です。うわ、サブアカでやば。悪いことしてる。こいつアカウント購入してますよ、昔から。お前購入してんの？俺なんか CSGO の知り合いから、うん、めっちゃいいナイフとかもらったんすよね。おう、うん、なんだっけ、なんかカッター、ん？そんなカッターナイフみたいなのよくわかんねえや。じゃあジオやりましょう。ジオやりて。ハゲさんも言いましょうか。GO マップめっちゃ面白いっすよ。あ、そう、フォートナイトのそう GO マップやりたかったんだよ。え、俺のクリップ見ました。フォートナイトの GO マップ一旦やりましょう今日。で、やろ、ワンチャン時間あったりしたら、なんか時間あって人もいたりしたら普通の GO もやりましょう。普通の GO 最近やってないんでやりたいです。やりて GO。タモさんもハマってますよね GO。GO はおもろい。いや CSGO とかやるなら。お前は関係ねえだろ。え？お前 PC ねえから関係ねえだろ。持ってるし。持ってるけど、お前持ってるけど今手元に無料だって。あれ、え、待って、高木はさ2日間連続で学校やってサボったってこと？はい。バカそうか。それはやべえや。まあでもそういう時あるよな。ちなみに俺は1ヶ月以上休んでますから。そこでマウント取るの？お前はロンガイ。こうなるのは分かりきってただろ。どれくらい頭使って考えろよ。誰お前？ラッパーのシンペーターです。シンペーターだ。シンペーターだったんだよ。シンペーターと書いて、シンペーターと読む。俺は別使わないぜ。無駄なバースは歌わないぜ。いや、マジ叩かれるからね。イキリヒップホップは叩かれるからね。怖え怖え。イキリヒップホップでも会ってねえだろ TS は。いや、なんかイキってそういうこと言ってるとめっちゃ叩かれますよ。なんかね、怖いよな、そこらへん。好きやから歌ってんねん、別にいいやろ。そのガチもクソも新規もお子さんも関係ない。うん、にわかだろうがなんでもいいや。うん、お前ら関係ないやろ、殺そう。おっと、前の声、ここしっかりと使わせていただきます。はい、どうぞ。使ってほしいがために言いました。 TS がさ、喧嘩してんの想像したのなんかめっちゃ面白いんだけど。なんかヒップホップやってる人ってなんか大体20歳超えとか、なんかそんぐらいのイメージある。何考えてんだお前さ。雪だるとシュータっていう13、あ、シュータわかるよ、そういうラッパーがいる。雪だるとシュータいるやん。お前ちょっと負けられんな。ヒップホップやってるのが20歳以上みたいな、そういうなんかレッテル貼るのは違うから、ね、あとあれだよ、れお前プッシーちゃんもな。やっぱりあいつ小6だからな、確か小6か小5でしょ。なんすか、お前プッシーちゃん。え、お前プッシーちゃんって知らないの？はい。え、お前知ってると思った、その曲。え、俺はそういう系マジ知らないんすよね。そのまたピネだとか。違う違う違う、普通に曲よ。ヒップホップ系の。違うけど、またピネだと違うの。さあ、行きしたプシの意味。あ、タロウ忍者ってやつ。あ、そう、タロウ忍者、そう。読めば。はい。なんだ、めっちゃしろ、めっちゃしろ。寿司握ってる、寿司握ってる、寿司握ってんだよ、これ。さすがにもうガム出そう、気持ち悪い。いいよ、出せ早く。あ、そうだ、コネや。はい。お前にも宿題を出す。うわぁ、何でしょうか。いや、もうあの、お前もさ、CR カップ。はい。あ、でも、え、コネやの前どうしたらいいんだ。でも、コネやの場合ってさ、マスクつけて目だけバレるのもやばい。いやどうなの、そこは。コネや、どうせさ、マスクつけてくるでしょ。はい。だから、目だけバレてもいいなら、まあ、なんて、あの、はい、TS とペガサスと高木には言ったんだけど、サインを考えてこいっていう宿題。俺が守ってやるよ、この矢。いや、かっけえ。多分学校にバレたらアカウントはもう削除って感じかな。え、バレたら何、そんな厳しいの今って。なんかバレた子がいたらしいんですよ。結構説教されたらしいですよ。そのままチャンネル監視とかされてるんだったら、まあこう動画出せないかなって感じかもしれない。出せるだろ。え、でもゲーム系ならいいんじゃね。え、俺先生に物申すって動画出そう。先生に結論どうなの？大丈夫。あ、大丈夫。じゃあサイン考えてきて。大丈夫。さあ、お前さ、ネットモト来るの？ネットモト。世界がネットモト。ネットモト来たらさ、俺らと一緒に行動できないで。CR カップの時は。ねえ、そんな詰めないでって。いやいや。待って待って、じゃあさ、なんで俺たちは、俺たちと来るのなんでダメなの？おい、待てよ。おい、マジ。おい、いい。おい。意味わかんない。おい、ダメないの？このよ。他のネットモはいいのに。そうだじゃない。一人リア友いるんす。あ、一人リア友がいいんだね。そうぎや、お前。そうだよ、お前、誤解されるな、お前。この人たちには、あの、タモさんたちと、ワンちゃん、あの、殺せるかもしれないから、タモさんたちと行動するかもしれないから、その時はよろしくねって伝えてある。おぉ、いいじゃん。じゃあ、その友達をほったらかしにし、あの、大阪着いたら、じゃあ、バイバイって。
大阪ついたの。やばすぎやあーどいつもこいつも恋がでけえの。それでお前迷惑はかけないからな。今夜のためにもうホテルも取ってるのに。ホテル、いや、え、早く取ってないの。取ってねえだろ。早くね、ホテル取るの。え、俺友達の家に泊まるの。お前友達の家に泊まるの。いるんだ。お前まだ大阪来るか分かんねえとか言ってなかった。どっちでも自分日帰りかもしれない。は日帰り、日帰りか。ワンチャン来る。まあでもお前さ、絶対貴重な経験やし、何度もこんな経験ないで絶対。俺このねやっしたいよ。心配ない。したいよ。問題発言してるやついるぞ。おい、まあ親になんとかまあ説得して。え、親に説得してやりますね。すんの。え、お前が。え、コネヤお前いじめるの好きなんだろ。じゃあ俺君でいい。かかってこい。ノリがいいなお前。何の話をしてるんやお前は。大嫌だわ。え、じゃあ DS 好きな女の子に私いや、ぜひ、ぜひ。いやでも俺ぜひぜひ言うとる。男にはいじめられたいかもしれん。ハハ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 ハがなんか病気になりやすいらしいですね。しっかり洗浄しないと、うん、って言ってましたよ。お分かりいただけただろうか。初知りでした。ゲイの友達。え、ゲイの友達。ゲイの友達。助けて。え、うん、おぬめもんゲイの友達いるんだ。夜の店で働いてる人いる、うん、あ、え、男、え、男の子で、でもなんか性同一性障害みたいな感じで。え、男を相手にしてるってこと。男は男を相手にしてる男。おぉ、ギフトバッグに館長みたいなのがいらっしゃる。館長、洗浄する館長。おぉ、だから、絶対もぶち込めるように。切なないから、言い方がいいから、ほんと、分かるから。天然も大事だよ。バカでも分かるよ。うるせえな、おい。お前のクソガチャがうるせえんだ、お前。本当だよ。はぁじゃねえだろ。傷つくなお前。なんかちょっと傷つくなよお前。僕ちょっと気分悪いんで。気悪いだろ。気分悪い。こっちが咀嚼音で気分悪くなってんだよ。俺は全然いいで。俺 ASMR 好きやから。全然いいで。もう TS もっとやってほしい。まだあーたまらんねー。でも俺も正直言うと、なんかおっさんがミントのガムをちょっとだけ、めちゃくちゃくちゃじゃないけど、ちょっとくちゃって噛んでる感じ、あのあれ好き。気持ち悪い。やばい。俺おっさんは嫌だ。いや別に違う、あの清潔な人よ。なんか高木は親近感あるから全然いいけど、あと女の人とかなら全然いい。あと清潔な女好きだからじゃ。当たり前だろ、男と女嫌いな人おるか。ガムくしゃってやってるのいいっすか、タモさん。いやそれはちょっと無理かな。うん。俺なんか最近虫に見えてきたんですよ。それ悪口だぞお前。お前それ相当悪口だぞ。お前言ってることバケモンやつ。バケモン。でもなんか見えません。ノコギリクワガタに見えます。虫に笑ってる玉虫。いや俺はもう知らん。俺は知らないよそんなこと。え、これ使わないでください。いや普通に、普通これで責任問題になったら高木は除隊で。え、これ使うんですか。いや違うよ。普通に使っやばいでしょ。やばいこと言ってんの。いやお前が言うのが悪い。それは普通におもろいもんだって。おもろくて悪口を言うのが悪い。このやが3人にやられてる。頑張れ。ごめんこのや。耐えてる俺はねわざとじゃないの。えムンクラールが今イエスカカスクリニックって言った。はそんなわけねえだろ。俺今フォートナイトクリップスの動画見てるんですけど、字幕でそう書いてます。イエスだから字幕ね。それただ単にネタで入れとるだけやろ。そんなことある。いや結構その人あるよ。空耳でね。お前何がわかんねえ。お前じゃこいつの怒りすぎだろ。こいつのなんかこれがもうイベント最後かって思ったら結構イベントあるね。フォートナイトで会えるような、みんなでお会いできる。ちょっと静かにしてください。なんだってめえは。フォートナイトすごいっすねマジで。いやでもマジですごいと思うよ。他のゲームでこんなにないよ。それもこんなあの年齢さあ低くてもできるみたいな。いやお前本当にぶち殺されるぞ。覚悟しろ。超慎重かよ。でかいって言ったりは。なんで今の負けんの。は村ポンのいいとこ出たらお前、お前俺と同じ武器やったら100俺が勝てる。
ー、